秋篠宮紀子様の弟である川島船氏48の再婚相手と噂される下着メーカー女社長の栗原直さん。デイリー新調さんがアップした写真は彼女のインスタグラムと完全に一致するほか、本人もアメブロで結婚報告をしたため、YouTuber ーーやゴシップブロガーにあっという間に名前を特定されていた。しかし現実の仕事はそうでなく、国の現状を維持するための調節役だったんです。 もちろん勤務年数によるものでもあり、日本という素晴らしい国が、これからもそうあり続けるための仕事ですから、それ自体が悪いことではないと思います。しかし私はフリーダムな性格なので、現状維持のためには生きられないと思い、外務省を退職することにしたんです。外務省からランジェリーデザイナーに転身。夢を持つことは辛いと語る栗原直に働くことのリアルを聞いた外交官になり、 国の現状を維持するための調節役を務めていたとは大したものだ。だが、なぜか非常勤の公務員という言葉を使う時も、この記事皆さんはどう思われましたかではこのニュースを見た人々の反応を見ていきましょう。お子さんは元妻か元妻の実家が育ててるって言われてたけどな。宮廷に悠仁様の家庭教師としてほぼ住み込みで、 かつ宮様夫妻の謝礼あり公務を発注してる団体のトップしてるって。けど、あまりよろしくない縁をお持ちになってたから、ま子さまの旦那さんと入れ替えを急がれたから、あんな強行結婚になったって言われてたけど、このお相手のことか。名刺に、秋篠宮妃実定って書く人いる本当だとしたら、よほど自分に自信がないか、価値がない人だよね。 秋篠宮家の車列公務発注してる団体なさってるのが弟君大学院で学歴論打したのは当時有名でしたよ。のりこ様のご両親と弟は一般人でありながら皇族の敷地内に家を構え住んでいるそうです。そのうちに小室圭さんの母もお隣に家を笑い。なんせ真っ黒な服着て婚約発表した夫婦の弟、それを推し進めた父の子なんですから、 もちゅう結婚は指定はもちろん、お亡くなりになった父も気にしないでしょう。それにしても相手など。将来の天皇予定者の義兄が海の王子で、30過ぎて職さだらずニューヨークで国の税金と職員でお世話されながら弁護士浪人中。おばが元銀座のホステスで、ランジェリー会社の社長で、結婚報告時に2月11日の起源節に結婚したと皇室におわせやっちゃう人なんとも言えない世界です。 彼の合格ラインに合わせたおかげで何年も獣医師国家試験浪人していた人が全員合格できたとのことです。アザブでは2年続けて留年すると退学になり実際方向がとても多かったのですが彼の同級生はほとんど留年しなかったと。ノリコ様の弟さんを落第させるわけにはいかないので合格ラインを彼に合わせた結果だと聞きました。国家試験まで操作できるのはすごいな。と思いました。 小室さんも日本ならどんな国家資格も取れたのでは、と思いました。川島家の人ってやばい、もちゅうに。ずれているのは紀子さんだけではないんだな。この方、義兄が農大に学生指導を始められてから、講師として入れているし、その後すぐに義兄は同大学で客員教授になり、その後この方准教授になったのよ。一般人から考えたら、自力で入られたとは到底思えないし。 だから、大学院も本当に自力なのかしらね。離婚後の奥様のインタビューで、娘は今御所に住んでいて、という放送があったのでしたよね。本当なら普通に皇室経済法違反ですよね。一般人に優遇してはならない。職員として住み込み、という形でも、えそんな嫁実家あったっけという。 他の秘伝家たちのご実家はよほど皇室よりもよほど大きく出費が多かったりするのだそうですが、ここ家は全部税金で養ってもらおうみたいな感じ。タクシー代もケチる家とはお似合い。ヤフオク事件もあったし。ネットでばらされてたね。奥様になる方、YouTube でアダルト系の過激なインタビューに答えたりしているそうで、女性自身の記事から。 なぜかここでは省かれている品格とかは大丈夫と思っています。また人波乱ありそう。次々とまあよく出てくるものです。区内町内には、喪中ということを気にする人もいました。実際、のりこ様は川島名誉教授が亡くなって一年、喪に服されています。九十日間の服も期間内なのに、北京五輪の決断式に出向いていませんでしたか。 コビッナインティーンの影響を鑑みて、選手団からも4人の出席に控える中を夫婦で。他にも公務してました。自分は帰ってこないのに、馬を何頭も置いていくなんて、相馬ですから、いくら育てられる環境があったとはいえ、ちょっと考えられなくないですかお世話するのにどれだけ費用がかかると。たかり体質の何でしょうか。それで、僕は馬を見る目はあるが、 女を見る目がないなんて、失礼すぎる。西村康彦区内庁長官は今月17日に愛子様の青年後の記者会見と久仁様の卒業式の日程が重なったことについて、私のミス、と述べました。うーん、まあ西村長官を本人が私のミスと煽るならあなたのミスなのかもしれませんが、こんな初歩的なミスを第90代警視総監、第19代内閣危機管理官、 第十四代区内庁次長などを歴任された西村長官がするかなといささか疑問です。一週間経ってのミス報告。これは裏で何かあったかなと多くを勘ぐってしまいますね。いわゆる憶測ってやつです。苦笑。この記事皆さんはどう思われましたかではこのニュースを見た人々の反応を見ていきましょう。愛子さんで尻尾が見えますね。 本当の直系団系皇族の年の宮様ですから、愛子さんと呼ぶ人たちはどんな種族か容易にわかります。週刊新潮の最新号、読みましたが、年の宮様の成人会見は絶賛されていて、国民を敵にした誠の違いも、あの長文をほとんど暗記していて、メモも,もなしにスラスラお話になられ、言いよどむことがあっても、即座に自身のお言葉でつないでいく話術の巧みさに、 これまでは秋江寄りだった評論家も完全脱帽していました。何より、相手の目を見て、素直にお話になられるお姿に、すごい成長ぶり、器の大きさを感じさせられました。記事では、もし今世論調査すれば90、90%以上が愛子天皇支持になるのではとも書かれていましたよ。それに引き換え、なる人の情けなさ。裏口入学、盗作作文での往生際の悪さ。 小ずるさ。のりこは賄賂寄付を違法とも思わず、逆に保護社会では自画自賛の愚を犯す。もう誰も秋篠宮家に依然高騰を継ぐべきだとは言えなくなりました。ごく少数の B 地区住民などを除き、国民の総意は、都の宮立体市に絞られました。また、悠仁様の卒業式が行われた後には、ネット上では、卒業文集の作文の表題が、 他の著作からのパクリなのではないか。という疑惑や、他にも、実際には、17日に卒業式は行われていなかったのではないか、といった疑惑も浮上することとなりました。謝罪したのは、同日ブッキング問題ではなく、お茶の卒業式があった28日を前日の17日に誤魔化す報道をさせたことに対してでしょう。全面的に悪いのはノリコでしたが、 西村氏は爪腹を切らされた格好になるわけです。卒業式の日程を偽って報道したとなれば、テレビ局は軒並み停波要求問題を抱えることになります。故意に報道内容をごまかし、しかも実際の卒業式ではない前日に式があったことにして、延々報道してしまったのですから、NHK は受信料不払い口実にされるし、民放も停波を求められかねません。 学校側も即時に抗議していません。こちらも大問題です。国立なのですから、なぜそんな嘘をついたのかとなる。しかし、物は考えようで、ノリコの傲慢が、警察官僚トップ経験者に土下座をさせたとなると、ノリコのやってきた違法行為を摘発して仕返ししてやれとの声になるのも当然。つまり、警察トップに恥をかかせたノリコは、皇室追放のリスクを抱えることに。 もっちゃんの出番はここから。実際は18日に卒業式があったことを全力で取材してきてください。今こそ、秋篠宮家の謀反に転中を加えるチャンスですよ。あのね、他の取材をしっかりやっている上で情報提供者の匿名性のために同様の措置を取るライターも多々いるのはわかるけど、もっちゃん、ちゃんつきはやりづらい W は明確な妄想記事ばかりだからね。信用ならないのよ。 っていうか、他のライターさんいないのそれとも、実は全部一人でやっているの願望を書いているのなら、私の願望、って中期にしてよ。本日も最後まで動画を見ていただきありがとうございました。また皆さんに感じたこと意見などをコメントして言っていただけたら嬉しいです。もしよろしければ評価などもお願いします。では次回の動画でまたお会いしましょう。 ありがとうございました。今月3月24日、宮内町の西村康彦長官は、17日に行われた久人様のお茶の水女子大学附属中学校卒業式の出席日と、愛子様の青年会見の日程がブッキングしてしまったことを謝罪しました。果たして、今回の西村長官の謝罪の裏には、どういった事情があったのでしょうか。ある宮内町関係者は次のように語ってくれました。 どうやら、のりこ様は、17日の悠仁さまの卒業式のために、報道各社に取材のお願いをしていたようですね。将来の天皇の中学校卒業式ということで、マスコミに大々的に報道させ、そこで、地区府への進学について強調し、悠仁さまは優秀というアピールを行う予定であったようです。皆さんは、このようなのりこ様の空回りをご覧になって、どのように思いますか ぜひ、コメント欄に感想や意見をお願いします。雅子様さまが、なる人さん、人の価値というのは学歴などで測ることはできないのですよ。特に、皇族であれば、どれだけ頭が良いかよりも、どれだけ他人に対して思いやりの心を持てるか、どれだけ国民の苦しみや悲しみに寄り添っていけるか、そういったことが大事なのです。なる人さんは、まだお若いですから、 少しずつそうしたことを学んでいきましょうと煽られておりました。まさにその通りですよね。ずる人、天皇、皇后両陛下の前で、俺の方が高学歴とマウントを取るなんて、ドン引きです。常に国民と苦楽を共にすることができるのは、天皇ご一家だけです。ずる人にはそれができるのかどうか、疑問です。高校に入ってから先、本当にやっていけるのか、目に見えています。 天皇皇后両陛下の一粒種としてお生まれになった年の宮愛子様。二十歳の王女としてご立派に成長され、この世に一つしかない高貴な宝石のように輝いていた。先日の青年会見で拝見した聡明さは圧倒的だった。暴宮家の三馬ガラスたちはまとめても一つの矢にならず、常にバラバラ、何の役にも立たない。姉妹邸と数だけ多くて手間暇かけたが大金が無駄になるだけの一家。 自己中な結婚会見で国民を敵扱いし、海外に高飛びした長女は紐男と未だ日本の税金で贅沢三枚する国潰し。どちらが正しい皇族としてのあり方なのか、都市の宮様と久、どちらが国民の求める次期天皇にふさわしい方なのかは一目瞭然。国民の目は節穴じゃない。健常児だったら、当然幼稚園から学習院で帝王学を学べていたはずです。 陛下のように、六歳から論語素読をはじめ、音楽、外国語、スポーツ、習い事、書道と学ぶべきことだらけだったのに、ずる人は全部パス。用意されていた指定席王道学習院での皇族を特別扱いしない試練からは適前逃亡し、乗り駒と王道をつくふで目指すも、受験の壁が立ちはだかり、裏口入学しかメンツを保つ方法がなくなって受験強行させた。 が、数学0点、机にうつむす廃山兵の赤端で、案の定、皇室天板第3条による廃着論というちしへと至った。ここまで安っぽい奮偶家になったのも、のり子のお育ち、バラック出自を見れば不思議と納得できてしまいます。母の提出自がコラにもたたったいい事例です。もちろん、父が非着出なのも触りになっていますが、本日も最後まで動画を見ていただきありがとうございました。 また皆さんに感じたこと意見などをコメントして言っていただけたら嬉しいです。もしよろしければ評価などもお願いします。では次回の動画でまたお会いしましょう。ありがとうございました。船なの再婚相手に批判の声。現在、久人様の高校進学の問題や、小室圭さんのビザ取得の問題で話題にこと書か,かない秋篠宮家。 女性自身2022年3月29日4月5日合併後、では、のりこさまの実定、終始の再婚が報じられましたが、この再婚相手の人物もうさんくさいとツイッターなどの SNS で話題になっているようです。実は、船さんが2月に再婚したそうなのです。広本誌に証言するのは、のりこさまの実定である川島船さん、48の知人だ。船さんは、 学習院高等科を卒業後に、麻布大学、東京大学大学院で獣医学を専攻。現在は、秋篠宮様が客員教授を務めている東京農業大学で准教授として教壇に立っている。中略。昨年11月4日、の子様と船さんの父で、学習院大学名誉教授の川島達彦さん、去年81位が逝去している。前室の船さんの知人も、 お父様が亡くなったばかりなのに、随分結婚を急いだという印象を受けましたと話す。一般的には、父が亡くなった場合の母中期間は一年ほどであり、その間は、祝い事を控えるのが慣習となっている。かつて、秋篠宮殿下との子様も、昭和天皇の母中に結婚され、母中結婚となったことが批判を浴びました。また、 マコさんも祖父である川島達彦氏の死の直前に結婚したことから、夢中になり、結婚が延期となることを恐れて、結婚を急いだのではないか、などとも噂されました。この一家は、なぜか、親族の死の前後に結婚することが多いようですね。今回の船氏の再婚に関して、デイリー新潮は、 一連の小室問題で沈みがちだった皇室にとって一服の清涼剤となっているのも事実のようだなどと報じていますが一方でネット上の反応は否定的なものが多いようですこの船氏の再婚について報じた記事が掲載されたニュースサイトのコメント欄には次のような意見が書き込まれています船の相手をあれこれ言うよりもあなたが一番皇室を利用していると誰しもが思ってますけどね いわゆる、目のよるところへは玉もよるの例え通りということでしょうか。願わくば、一日も早く汚れた目はつんで、正常な皇室に戻らんことを、お祈りいたします。政府も区内庁もしっかりしろよ。小室と同じ匂い。小室汚えし相当くせえし。同じ匂いじゃたまったもんじゃねえな。金の匂いはキコの匂い。キコの匂いは小室の匂い。 みんな同じ匂いがするのよ、秋篠谷は。ずるひと卒業のニュースで見たマスクの上にあるずるひとの目が。朝鮮半島人の目だった。細くて小さくて釣り上がっていて。韓国で整形してくればいいのに。このニュースがヤフーに上がったのは3月15日だった。の宮愛子様のご成人会見の邪魔かなと思いました。下おかしいな。と思った部分。 実際、のりこさまは川島名誉教授が亡くなって一年、もに服されています。実際の死亡日はもっと前だったとの内部告発がありましたが、一応発表は11月4日でした。まだ一年経っていないのに、のりこさまは川島名誉教授が亡くなって一年、もに服されていますおかしくないですか川立氏は、 昭和天皇がご体調が悪くても街道のボスの中広虫を連れて宮内庁に同活したり、喪中にもかかわらず秋人天皇に娘の受代を迫ったりした人物だから、服もなど気にしないでしょうけど。宮妃は、一年服もどころか、12月にはリモートコップしてました。小室圭と同じ匂い。元祖経系の宮妃が、同じ匂いの小室圭に気づくのは無理です。だって、 闇夜のカラス同じ匂いだから、異臭には気づかないはずです。YouTube で、彼は中学生になってから内倉型補聴器にしたって言ってたよ。で、小学生の頃のように耳たぶに補聴器をつけてないから、髪型も少し変わったってさ。でも、写真をアップにすると耳たぶにテープを貼ってるのが見える写真もあるけどね。内倉型補聴器は、後頭部に装置があって、 それを隠すためにはあの髪型しかないんだって。もう少ししたら、もっと性能の良いものに変える手術をするのかな。どっちにしろ、水泳はできないらしい。昨日の地震で一番ひどいことになっているのが、南相馬あたりですね。そう、州の前妻の家があるところです。仙台城にある伊達政宗のブロンズ像の馬の足首にひびが湧いてしまってもいます。というのは、 普通の人なら大いに警戒する。自分たちの財産を持っていかれたら困るからだ。だが、小室圭は秋篠宮家の財産を持ち去ったかなおそらく一円も持ち去っていない。そう、小室圭に使われたとされる金はすべて税金だ。米国留学費用数千万円も、マーティン奨学金の原資も、400万円借金一括返済も、ニューヨークの事務員としての給与も、 推定月額100万円前後の家賃も、日米両方における警備、護衛の類も。確かに後続はやりたい放題であるが、自分が自由に使える金には一応の限度がある。長期の費用は一例で、実際にはもっと多く使われているのは確実だ。多くの法律事務所のようなマネロン会社がいくつもあるからといって、小室系関連の費用をすべて秋篠宮家が苦面するというのは金銭的に困難である。 実は何十億も溜め込んでおり楽勝かもしれないが、ここでは国の公表通りとする。しかし、官房機密費、外交機密費を使えば、何億使ってもバレないし枯渇もしない。このバレないというのが肝心なところだ。話を戻すと、栗原が小室圭のように皇室マネーにたかっても、キーコの懐は痛まない。そして栗原や圭という一般人へ、 公室マネー税金が無駄に消えていくことに、国民は心を痛めるが、キーコの心は痛まない。なのでキーコは気にすることはない。と、思う。まずはちょっとこの報道についての国民の声を紹介します。見てこの実母は大陸夫人と言われ、海外の記事ではしっかりチャイニーズと書かれてました。コリア系チャイニーズみたいですね。コリアもチャイニーズも、 世界中に金をばらまき権力を見せつける汚いやり方は同じ。そんな危険因子の女二人を簡単に皇室入りさせた秋人や秋篠宮は本当に人を見る目がない。紀子がしょっちゅう金がないと騒いでいるのは自分たちの欲望を叶えるための巨額資金が必要だから。そして有識者も金で買収、政治家たちも金で買収。絶対に後位継承を年の宮愛子様に渡すまいと必死だ。 今度は罰則付き報道規制の息子を見えっぱりのキコが一流校に押し込もうと必死なのが笑える。どこかの高校が受け入れてくれても、生徒や保護者からの猛反発を受けるでしょうね。観光令なんて意味がない。何かあれば、必ず生徒が声を上げるし、それを国民は支持するでしょう。地区府の学生さんはすごいですよ。自分でも調べている。彼らは、 自由な幸風を守るために戦うでしょうね。関係がないと言えばないので、ごめんなさい。以前読んだ本の主人公が、フォーダム大から同大ロースクールに進み弁護士になり、法律事務所に就職し、最初は給料も安く忙しく働いていました。父親は建設作業員、母親は主人公が5歳の時に家を出てしまったので父親と一緒に工事現場から工事現場と移動し、その度に学校を変わり、 17歳頃には見よう見まねで工事現場で働いていました。18歳で志願してベトナム戦争に行き、退役して兵役で貯めたお金と教育制度で大学に入ったのです。これは作り話ですが、実際にそういう人たちもいます。一生懸命真面目に勉強して、弁護士として働いている方々のことを考えると、低変更というのはなんだか抵抗があります。私も関係ないみたいですが、 弁護士絡みということで一つ。ジョン・グリシャムというアメリカの作家、ペリカン文書、氷結の時などは、父親が建設作業員で彼自身は10歳頃からアルバイトをしていて、17歳頃にはアスファルト道路の整備作業員をしていたそうです。喧嘩から銃撃戦になり、こんな生活をしていてはいけないと、高校、大学、ロースクールと進み弁護士になり、 その経験から小説を書くようになったということです。彼の小説の主人公には働きながら努力して法律を学ぶ人が多く出てきます。本日も最後まで動画を見ていただきありがとうございました。また皆さんに感じたこと意見などをコメントして言っていただけたら嬉しいです。もしよろしければ評価などもお願いします。では次回の動画でまたお会いしましょう。ありがとうございました。 清白新納さんは一度も同級生とわきあいあいとざれる姿が報道取材されていませんね。お茶の入学式も前撮りだったことが、地面が濡れていなかったこと、本番は雨、で発覚。だから卒業式も、報道陣からの声かけが聞こえない、メガホンで呼びかける、人工内需用の自場装置を使用するなどの見せられない下準備が必要なので、これを言い合わせた卒業式参加の保護者や生徒から撮影されないように、 わざと前取りにしたものと思われます。そればかりではありません。愛子様にあえて仏滅会見を敷いてやれという道子の陰謀も関係していたはずです。しかし、高祖神は、年宮様を正当、偽皇族なる人を邪悪、とはっきり国民にわかるように運命の采配ぶりをお示しくださいました。いろいろ理由はあるが、まあ、お茶中の卒業式と筑布の説明会はダブランだろうな。 それより、なぜ、なる人の卒業式の写真が不自然なのか。お茶中の卒業式に本当に出たのか。支援学級というのか、そういう障害のあることで、卒業式は同じ日に同じ会場でやるのが通例ではないか。一概には言えないだろうが、区別は必要でも差別は厳禁だから、なるべく等しくやるだろう。ならば、校門の卒業式の看板の前で記念撮影、しかも、 場合によっては卒業証書まで見せるというサービス付きで。どうも、秋篠宮家というのは、マスコミ対策に通じた側近がいないようだ。皆、マスコミは両陛下より秋篠宮の味方というが、の子があのような性格なので、他の分野の職員同様、逃げてしまうのだろう。結局、マスコミ対策が実はお上手な戦闘のあの方に全てお任せ状態なのだろう。不謹慎ではあるが、 あのお方が放御荒らせれたら、意外と目に見える形で秋篠宮家の崩壊が連日のように大踊り時的に報道されるかもしれない。上皇陛下はマスコミ対策などなさらないだろう。何せご高齢であらせられる。X デーはいつ来てもおかしくない。とにかく、平成の頃はマスゴミの格好の餌食であった天皇家、当時の皇太子家、は、マスコミ対策を含めた広報に良い人がいたのだろう。 年の宮殿下の発達障害疑惑報道にも五日常を可能な限り後悔することで切り抜けた。その後もしかり。秋新前世紀の頃ですら、お得意なはずのマスコミ対策では兄にボロ負けしていたのだ。なぜ愛子様の青年会見と、久人様の卒業式は衝突したのか。日程が先に決まっていたのは久人様の卒業式でした。 そこに愛子さまの会見が重なったという格好です。ただ、久人さまの卒業式があるからといって、天皇家である愛子さま側が配慮する必要はありません。皇室内の序列は、紀子さまも十分お分かりになっているはずです。それでも、3月17日は久人さまの優秀ぶりを国民に強く印象づけるチャンスでした。その気を逸された紀子さまには、 悔しさにも似た焦燥が終わりだったことでしょう。一方、逆風の止まない状況下では、久人様の卒業式が大々的に報じられることで、またあらぬ批判にさらされるかもしれない。愛子様の会見が同日だったことで、それを避けられたことへの安堵もある。相反する二つのお気持ちの間で揺れ、貴子様のお心の内は荒れておいでだったのではないでしょうか。別の宮内庁関係者。 晴れの日に別れた明暗が、皇室の未来を暗くしないことを祈るばかりだ。もしこれが本当なら、その語学友候補の保護者は、ちょっと浅はかでは、強制的に決められた友人と三年間ずっと一緒に居続けなければならない。さらにみんなにはバレバレなのですから、学内ではずっと後ろ指を刺されることになりますよ。本日も最後まで動画を見ていただきありがとうございました。 また皆さんに感じたこと意見などをコメントして言っていただけたら嬉しいです。もしよろしければ評価などもお願いします。では次回の動画でまたお会いしましょう。ありがとうございました。まずはちょっとこの報道についての国民の声を紹介します。三つ目は、あなたが一番わめいているようですが、何言ってるんだか。まあ、この人が一番面倒くさいと思います。 自分の家関連のことには一切口差し挟むなっていうのに、兄家族のことにはいちいち口差し挟む。子供のことには、両家共に口を挟まないことになっているのに、愛子様のことには口は挟む。家族間同士の小さい取り決めも守れない方ですね。マスコミがそんな質問をされるのなら楽しみにしております。経費様と同じレベルの人間性だと思います。 愛子様はご聡明なお方なので、どなたにも傷つけないお依頼をされると思いますよ。楽しみにさせていただきます。なる人さんには触れてもらいたくないのに、マコの結婚のことには何かを言わせたい意思がある。秋篠宮家のことは愛子様の誕生日会見とはかけ離れていることなのだから、ノーコメントで答えればいいはず。のりこさんはどんな立場だと思っています。みちこさんを超えていますね。 宮内庁もいちいちのりこさんにお伺いを立てますかそういうやり方がのりこさんを増長させているのですよ。圧力に簡単に屈するマスコミをどう思うかって。D2 の力ですかとしか。海外メディアにまで及んでるし。そんな質問するなとの意見が多いけど、将来の日本の象徴が、いとこの結婚が結婚問題にとどまらずこの国のあり方を歪にし、 民主主義の危機を招いている事態をどう思ってるのか聞きたい。愛子様の会見で永久一家の質問をするのでしょうか。のりこいい加減にしてくださいあなたが口を挟むことじゃないですか圧力しかできない人、971兆も失格ですね。マスコミの方々考えてほしいです。愛子様の会見楽しみにしています。みや愛子様へ小室夫妻に関する質問をするとは、 近城天皇陛下を誕生日会見にもお祝いにそう惜しくない質問をしていましたよね。しかも大切なことを煽られていた箇所は報道しない。そういうマスコミの姿勢はおかしくないですか秋篠宮家の問題は国民に対してきちんとした説明は必要です。が、その責任は秋篠宮家当主に求めるべきです。近城天皇陛下はご自身のお祝いの会見にもかかわらず、 きちんと話しくださいました。マスコミは、次は秋篠宮様にしっかり説明要求してください。下野市民間人となり、国民からも卑下される者の,のこと、不正疑惑ばかりの隠したの見分けなどに触れる必要はないでしょう。宮内庁は、どこを向いて職務についているのかは,なはだ疑問しかないですね。不要の組織に思いますね。駆け落ち婚は不名誉であり、皇室をはじめ、 国と国民にも恥をかかせている。愛子様の刑事記者会見で、不名誉な経歴を持つカップルのことを尋ねるのは極めて不謹慎で、やめるべき。この記事皆さんはどう思われましたかではこのニュースを見た人々の反応を見ていきましょう。マコさんの結婚問題は、皇室と国民との間に見えない壁をもたらした。しかし陛下は、 2月23日の誕生に先立って行われた会見で改めて皇族のあり方について述べられ、国民との信頼関係が大切、という皇室のスタンスは不変であることを国民に示された。それ以上に深刻なのは、秋篠宮家に対する職員のモチベーションの低下だ。真子さんの前例ができたことで、過さ様が儀式を経ない結婚を選ばれても不思議はありません。また、 皇室の慣習とは異なる結婚をした姉を間近でご覧になった悠仁様が、それこそ将来の即位への疑念を持たれたりしようものなら、皇室の存在自体が立ち行かなくなります。そのような事態が起きてしまったら、宮内庁職員たちの心はますます離れていくでしょう。気づいた時には秋篠宮家が孤立無縁状態になっている恐れがあります。陛下は、そうした事態を引き起こさないようにするためにも、 国民と皇室との信頼関係、という自らのお考えを発信されたのでしょう。皇室記者、マコさんが結婚して渡米しても、秋篠宮家への逆風は止まない。久人様の進学に関連する報道に対しては対応が二点三点し、さらなる不信感を呼ぶ事態となった。